スポーはい、どうも皆さん、こんにちは。MSS プロジェクトでーす。すごい、すごい。さあ、やってまいりました。今回もですね、非常に何か面白いものを誰かが持ってきたらしいんで。誰だ、誰が持ってきたやつだ。一体何なんだ。誰だ。皆さん、持ってきたわ。お前、何も喋ること決まってないやん。決まってない。決まってないけど。今これに対して必死に結びつけるものは何かないかな。あーあーさあ、来ました究極のマヨネーズ、こちらの機械で究極のマヨネーズが作れるらしいですよ。究極の妙。妙、妙ね。妙。また各自言いたいこと言って終わるやつ。ふわとろ生マヨネーズが簡単にできる。食卓用出来立てをどうぞ。実際問題簡単に作れるけど作らないんだよ、ね。作ったことない。作らないね。だって、既製品使った方が美味しいっていう。いや、まあ、まあ、そうだね。そうなんです、ね。それを今日は超えていくわけでしょ、これ。究極だし。どうなんだろうね。究極って言ってるぐらいだから美味しいんじゃない、うん、まあ、こちら。え ?HDMI 機能俺は見てた。それいつ言おうかな。HDMI 機能あんのと思って。違う。マジかよと思って。違うね。HDMI 機能。ハイパーデュアルリキシット機能だから。HDMI じゃなかったよ。普通だからマヨネーズ作るときって、あの泡立て器みたいなのずっとガーってやんなきゃいけないでしょ。だそれがめっちゃ大変なんだけども、この HDM 機能、ハイパーデュアルミキシング機能によって、かなりふわとろの食感を作り出すことができるって書いてある。で、高速攪拌機能、ミキシングスイッチを押すと、電動で白身と、黄身を攪拌してくれると。そっか、黄身と白身分けて混ぜてくれるんだ。そうなの、ちょっと見てみて。あ、そういうことなのか。で、混ぜたやつを、なんかまた、最後に合わせて作ってくれるんじゃないの。なるほどね。これ気持ちいい。中すいた。とりあえず、コンビニ行ってこいよ。じゃあ、作りましょう、早速。いや、わざわざ作るレベルまで行くかだな、問題は。まあ。どうでしょうね。キユーピーのマヨネーズを超えられるかどうかね。そうや。キユーピーのな。なんだ、俺は。なんだこれは。それだけ。なんだこれはじゃねえ。これは何だ。いいだろ別に。突っ込んでくね。さあ、というわけで、中に入っていたのは本体と、まあ多分パーツ。スプーンと黄身トレーだ。あ、黄身トレーダーですね。あと説明書。まあとりあえず、電池を入れて、まあセッティングしてみましょう。はい。はい、さあ、というわけで、電池も入れて、で、各種材料揃えました。まずは油、卵、で、酢。で、塩ですな。まあ、ここら辺は全然普通の材料です。そしてこれを。ああ、それ。ああ、それ重要。あ、これ。出来上がったのがこちらですっていう。まあ、比較用のキューピーマヨネーズです。なるほど。これね。で、あとは一応、その、まあ、つけて食べるように、芋ときゅうり用意したんで。はいはい。芋きゅうり。芋きゅうり用意したんで。いいんじゃないですか、付け合わせに。というわけで、早速作っていきましょう、じゃあ。よし、作ろう。セット。ああ、なるほどね。そこでまず。で、まずここで白身と。黄身を分ける。黄身を。ああ、もう。ここに、これを割って入れればいい。そうです。じゃあ入れますよ。お願いします。おい。で、まあ白身だけ落ちてるね。結構まだ落ちきってはないけど。そ揺らすの。あ、でもいい感じ、いい感じ、いい感じ。マヨネーズブースをセットで、こうするわけ。それを上に置くんじゃない。マヨネーズブースをセット。セットで、回して、なんかやばい、落ちて、体が落ちてくる。こっちに入れちゃうと。ほう、ほい、はい、オッケー。蓋をつける。オイルロート。セットオン。セットオン。ロートを攪拌するだけ。ライドオンしていい？ミキシングスイッチ。ミキシングスイッチいくぞ。じゃあお願いします、キックンさん。ライト。約2分。お。約2分だそうです。おお、攪拌する。これ別におしっぱじゃなくてもいいんだ。やっぱりミキシングスイッチをオンにしたままの状態で油を入れてくださいだって。え、今入れなきゃいけない。いや、2分半、2分攪拌したと。2分後。おー、いい感じに。面白いね、この。
両方同時に混ぜられるってすごいね。すごい画期的。これ久々にちょっと期待していいかもしれない。うん。そろそろ？よし、そろそろいっか。オッケー。油を B3 杯分。B3。これ入れてまた約3分かかるんだね。どんどん入れてけ。おいし、3杯入れたぞ。いや、これボウルなどに入れ軽く混ぜて完成ですって書いてるぞ。ああ、これは合わせなきゃいけない。酢はどこのタイミングで入れるのね。酢は入れない。おお。え、酢いらないの？いや、いるんじゃない。いや、お酢さすがに書いてるけど。ね。あ。あ、そこだ。やばい、やばい、やばい。酢が 8g、スプーンで約1杯でいいの？もう1杯、1杯まさか、ちょっとあと塩、塩もいるぞ。マジかよ。一瞬止めて、塩後でいいんじゃない？いや、後でいいの？全部落ち、これ落ち切った後ぐらいでいいんじゃない？若干、パワーが落ちてんの、そういうことなの？あれじゃない？だから油入れたから、ね、粘度が結構粘度が上がってる。塩も入れとくか、このタイミングぐらいで。出ろ、塩どんぐらい？ひとつまみだから。でもなんか適当にパッパーっていい。このぐらいだな、多分。ひとつまみって言うとそんなもんね。さらに遅くなってますよ。すげえ、パワーどんどん落ちてますけど、これ。大丈夫、大丈夫。まあ、あと1分ぐらいですかね。まあ、確かに。でも大丈夫じゃない？中も大丈夫な気がする。いけるいける。適当だな。結構時間経ったよ、うん、実際。油もう、あ、ぽいな、油もう、うん、なんか終わってる、うん、じゃあクリーミーな感じになってる。おお、お、なんだこれ、すげえな。なんだこれ、いや、メレンゲやろ普通に。なんだこれ、すげえな。今俺ら見事にメレンゲができたのにおおって言ったのに、エオエはメレンゲを見ておおすごいな。そうだね。一体何者なんだこいつは。メレンゲってすげえなのもんだったよね、今ね。メレンゲってなーに。そうね、スプーンでかき出して。おお、すげえな。なんか、なんかプリンみたいな。プリンだね。それやってさ、うん、もうそうだね、それだな。それしかないんじゃない？それしかない。いいね、カクテル。よし。全然動かない。無理。全然これじゃ混ざらさんない。おお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 おいい。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。軽く混ぜて完成ですだから。ああ、そうなんだ。あ、じゃあそんなにガツガツやんなきゃいいの。そうか。これを混ぜることに対しての俺のストレスが今。やめたいもん。これもこの機会でやってくれよ。マジね。確かに。これ一台で完結してほしいわ。ね。なんかマヨネーズっぽくないね。そうだね。そうだね。なんかすげえクリーミーだ。まあでも生マヨネーズともなるとこういう感じになるのかも。確かにそういう感じになるのかね。そうなのかね。あり得る。うん。できました。さあ、究極のマヨネーズできました。イエーイ。さあ、というわけで究極のマヨネーズできましたので、早速試食といきましょう。はい、よーし。どうしますか、皆さん。芋芋だな。やっぱ芋だよね。わかる。ちょっと芋かけちゃうね、これ。はい。ちょっとマニラっぽいよね。おー。マニラアイスクリームっぽい。じゃあ、自分いいっすか。どうぞ。じゃあ、行きたいと思いまーす。どう？どう？オリジナルマヨ。じゃがいもは硬い。そこは効いてない。そこは効いてない。味よ、味。マヨネーズの。マヨネーズ。あの、薄いっす。塩が足りない？もっと塩あってもいいね。雰囲気マヨネーズみたいな。いや、そうなんだよね、これ。何雰囲気マヨネーズって。いや、これ芋と合わせたらわかるけど、芋に完全に負ける。芋に負けてるってあかんやん。そんな量いっちゃったら、もう、ガン負けですよ。どうですか？薄い。まあ、マヨネーズの味自体も若干薄い気がするね。そうだね。うん、もうちょい濃くてもいいね。うん。もうちょい濃かったらありっちゃあります。うん。うまい。これつけて食ってみ？え？そんなわけないだろ。これすごいぞ。
めちゃくちゃうまい。完成された味。あー、キュウリだと、キュウリの青臭さに一瞬で負ける。あー、全然だね。これだからやっぱり分量を自分なりにアレンジしてちょうどいい味を探さなきゃいけないね。まあそうだね、これはね。それが手作りの醍醐味だからやっぱり。まあ確かにな。うん、ですね。ふわふわであることはいいからな。別にね。うん、そうやね。あ、ちょっとあったね。ああ、そもそもだからそう混ぜる量。うん。あ、で、あの、また変わるらしいよ。混ぜる量。そう。マヨネーズ半分とメレンゲ全部を混ぜたら、ふわふわになるし。ああ、そうか。マヨネーズと、だから、なんとかな、マヨネーズの方を大きくしたら、やっぱちょっと、めっちゃ凝ってるというか。カレーマジックと混ぜたらちょうどいいんじゃない？うん、ちょうどいいんじゃない？カレーマジック混ぜてみよう。これ、さらに急ピンマジック混ぜると。やべえ、まだ試してないことをこいつやり始めた。オリジナルブレンド。どうすか？どうすか兄貴。うまい。マヨネーズの味もしっかり出た。そうだね。カレーマヨネーズだね。完成した。完成した。完成した。皆さん決定しました。最強の形が。はい。キューピーマヨネーズとカレーマジックを混ぜるととても美味しいカレーマヨネーズができます。はい。これ完成です。だってうまいの代名詞の2つが合わさった最強だよね、うん、しかもこれだけならこっちとこっちを買うだけですから。そうだね、これ混ぜるだけですから。早い、洗い物も必要ない。いらない隠し味。まあ3、4回やってからだな。そうだね、そうだね、ちょっと温めておかないと、うん、はい、まあいろんな楽しみもあるよ、そういうね。まあそうですね、試してみる、まあまあ、ちょっと手作りが好きな人もいる、うん、そうですね。まあなんとか極まった動画は2年後とかに忘れてなければ。MSSP の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。 MSS プロジェクトは、YouTube そして、ニコニコ動画に、チャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いできれば何よりでございます。さあ、URL の方はですね、こちらとかこちらとかこちらとかこちらに多分ありますね。下の方にね、詳細も書いてあると思いますので。やったー。嬉しい。2コンボ。